こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。今日は？今日はね。うん。これ。可愛いんだよこれ。グストだっけ？グスト。グスト。パパに分けてもらったグスト。うん。ね、これ最初何本かだったんだけど、うん、こういうのって木立ちしちゃうやつ、うん、で、虹の玉、オーロラとかその辺もそうなんだけど。うん、ただ伸ばしておくだけじゃ可愛くならないから、うん、切ってあげる。切って芯止めして、芯止めして、うん、で成長点を増やしてあげる、うんうんうん、でただ伸ばしておくと本当にまっすぐこうピューって伸びるだけで1本になっちゃって下が棒になっちゃうから、うん、どんどん切って更新して、うん、刺してってあげる、うん、そうするとこう枝分かれして、うん、ボリュームが出てね、うん、可愛くなるから、で切るんだったら今の時期すごくいいから、うん、どんどん切ってちゃおうかなと思って、はい、これを植え替えをしながら切っていきます、はいはい、これでも1年半ぐらいかね、3本から、うん、結構切って全然ちっちゃかったよね俺が見て見て見て、切ってちゃんと刺さってなくて茎が本当だ、わかる？カーブして、うん、ね、うん、ちゃんと刺さないとこういう風になっちゃう、うん、これを植え替えていきます、はい、まず植え替えからね、うん、いつも通りだね、うん、しゃべるかった、いつも通りね、うん、ちょっと今度は深い鉢に植えようかなと思って浅すぎるから、うん、いつも通りちょっとオルトラン取ってきてくれる、これじゃあ、あ、あったね、鉢にあるの、ビニールの中に手で使えって言うの、これ手取ろうか、いい、大丈夫、カップが入ってた、邪魔ね、オルトランを入れて、はい、あ、ちょっと土入れすぎたかな、少し減らすね、うん、あ、入れすぎちゃった、スプーンじゃないからで、これは普通に植え替えなんだけど、うん、これね、結構葉っぱが取れやすいから、あ、ついてないのか、種が上手にね、持って、うん、下の穴をこう、押してあげるとね、ポンって出るから、うん、穴が開いてるやつだったらね、うん、で、これ何本も植わってるから、うん、1本1本植え替えるとすごく大変だから、うん、そんなにね、もうギチギチに張ってないからね、うん、このまま移しちゃいます、はい、はい、崩さずにね、うん、よし、こんな感じでね、あとは本当に用土足していくだけ、はい、ちょっとあんま根がついてないの1回どかして、これね、夏もこんな感じだよね、土がついてるよね、うん、うん、あんま売ってない、売ってるのあんま見なくない、なんかそう、別にそんな普及種だけど、そうそうだね昔はよく見たけど、誰か生産者さんがパート出すと一気に出る感じだね、そうだね、こういう別に可愛いんだよ、でもこれ、うん、すごく、そうよね、うん、で、切り戻していきます、うん、はい、虹の玉とかと一緒で、うん、切り戻すときは、うん、全部丸坊主にしないでね、うん、下に芽が出てれば、うん、芽が出てれば芽のとこでこうやってほら、わかるかな、今ここに新しい芽が出てます、うん、でこの芽の上のとこで切ってあげれば下のね、芽が成長してくれるから、うん、でこれ葉差しもいけるから、グストね、グスト、うん、虹の玉とかもそうだけど、うん、葉差し用に少しもいて、うん、刺します、これはね、刺し用にもいとこ、このとこか、ちょっと刺す前にルートを抜いてるからね、うん、あとこうやって伸びていってバランスがちょっと悪いなっていうところをどんどん切っていって、これなんかほら、うん、二股に分かれてるから、うん、そういう時は1本残すか、それかこっちにはもう下が出てるから2個切っちゃっても OK、うん、2個切っちゃうね、これね、うん、ごめん、2個目は下に芽が出てるから芽の上で切ります、はい、どうしてもさ、全部葉っぱ取っちゃうと、うん、出なくなっちゃうこともあるから、絶対出るようにね、何枚かは葉っぱを残してあげるか、新しい芽をね、うん、残してあげる、
今更なんだけどさ、うん、俺結構今までさ、うん、下の葉っぱの起こさないで切っちゃったりとか結構したのね、うん、あまり考えないで、うん、だからダメだったりしたんだろうね、うん、棒になっちゃうとさ結構ダメになっちゃうこともあるよね、うん、全部が全部じゃないんだよ、そうそう、枯れてんだか枯れてないんだか分かんないみたいなさ、うん、そう、こんな感じでいいかな、なんか切っとこう、育てやすくて増えやすいのって面白いよね、育てってね。そうだね、普及種は普及種でさ、うん、なんだろう、買った時じゃありえないぐらいさモサモサに育てたりするのとかって面白かったりするよね、うん、普通はさ3本ぐらい植わってるだけのしか売ってないのを、うん、こうもう分生させて、そうなんだよ、それが可愛いんだよ ね、ちょっとこんな売ってないなみたいに仕立てあげるのが面白いよね、うん、ルートこれはルートね、うん、これ茎切ればよかった。これね、刺すときにしっかり刺さないと、さっきみたいに、あー、ルートンこぼしちゃった。土の上でね、うん。そうそうそう、曲がっちゃうから、うん、ルートン落下。こういうふうに曲がっちゃうから、これも曲がったまま植えちゃうね、うん、深く植えてあげる、なるべく茎がちゃんと刺さるようにね、うん、ルートン塗りすぎちゃうとカビが生えちゃうから、ルートンから、ルートン塗ったところ、うん、そうそうそう、うん、薄くだから塗ってあげる、もうたっぷりこう結構くっついちゃうんだよ、うん、あんまりくっつきすぎちゃった時は叩いて落としてあげて、なんかねカビが生えやすくなる、生だけなんかな、まあまあまあね、うん、そういう恐れもあるってこと、ね、うん、結構ね塗りすぎちゃったのはねカビがいつも生えちゃうから、これは根が出てるやつね、もっともっと、うん、切ってないやつね、切ってないやつ、こんな感じで、はい、いいかな、うん、ちょっと長いバランスが悪い部分あるけどまた生えてくるんで、うん、これこれ楽しみやな、うん、こんな感じで、で葉差しはまたもう少ししたら、はいね、うん、これもうバラバラ巻いといても全然出ちゃうから、うん、同じ鉢に、同じ鉢でもいいんだけどこれいっぱいだから、うん、ちょっと巻いちゃっていい、うん、一緒に、普通にバラバラバラっと、これちょっと多すぎたね、量が。やっぱね、うん。こんな感じで、うん、はい。はい。これで、グストは切り戻しは終了です。はい。ね、はい。はい。次、うん。次ね、ちょうどさ、うん、こう成長点がなくなっちゃったのがあったから。うん、何度かね、やってるけど、うん、これは分かりやすいかな。うん。でも芽が出てるの、これ。脇から、ほら。うん、本当だ。ね。うん、だから、これは、このまま置いといても全然普通に周りが成長するんだけど、うん、ちょっとこの辺邪魔じゃん、もう、うん、カレーどうせダメになってくるだけだもんね、そうそうそう、どうせダメになっちゃうから、それだったら少し取っといて葉差し用に取っといてもいいかなと思って、うんうん、ね、じゃまだ芽が出てなくても何枚か取っちゃって平気だから、うん、ちょっと取ってってみるね、はい、そーっとね、失敗しそうで怖いな、これ、ね、1枚目ってすごい緊張するんだよね、あ、大丈夫だった、簡単に取れた、本当だね、こんな感じ、成長点がないからね、うん、で、これ最初にちょっと出てきたら真ん中の取っといてあげることで周りが成長しやすくなるから、うん、きつくてかわいそうだよね、全然ね、ほっといてもちゃんと成長してくれるんだけどね、うん、成長しやすくするために、よいしょ、こんなもんでいいかな、もう少し燃えちゃおうかな、ついでに枯れ葉も燃えて、
こんな感じで成長点なくなっちゃったのは、うん、ちょっと取ってあげてね、はい、やってあげるとどんどん出てきます。はい、はい、これも終わり。はい、はい、これはアザシでね使えるから、葉っぱは、うん、かわいいんだけど、葉っぱが可愛くない？うん、赤くて、うん、これハザシ用で、はい、はい、あともう一つ、うん、ちょっといいもの今日見つけちゃってさ、うん、あんまりエケベリアにこんなに虫がつくことってないんだけど、うん、あのこのね火祭りとかよく虫つけちゃうんで、うん、俺もすごくつく、ね、そう だからちょっと例として、うん、虫綿付きアブラムシ、正式名って、うん、綿虫って呼んでるんだけど、うん、そうだね、綿虫って言っちゃうね。写して、はい、虫なんですこれ、うん、綿の中に虫が入ってるんだよね、うんうんうん、これ乾燥してると結構出るよね。そうでね、ちょっと気持ち悪くて嫌なんだけどさ、手でうわ、ほらこの中に茶色いのがいるんだよね、虫が、うん、これが虫、この綿の中に虫がいるから、うん、これってスプレーかけただけだと、うん、取れないんだよね、綿の中まで浸透していかないから、うん、こういうのがついちゃった場合は綺麗にもうピンセットとかで取ってあげないと、うん、どんどんこれ繁殖してっちゃうから。アイオニウムとかもつくよね。そう、つきやすい、うん、ケベリアよりもこういう系のがつきやすくない？うん、ほら、そうだよね、わかる？この虫が中にこの茶色いのが入ってるの、うん、でも地道に取るしかないんだよね。こいつだ虫は。あ、逃げちゃった。やだな。いたもう、ね。ピンセットの先っちょに虫がついてるんだよ。気持ち悪い動画になっちゃうかな。そうだね。でもね、でも取ってこうやってとピンセットで綺麗に取ってあげると、うん、大丈夫だから、残さずね綺麗に取ってあげて。そうでこのあとさ成長してくるとさ、その虫がついたとこだけさ、そう形が崩れてたりするんだよね。そう、今ちょうどこれ葉っぱの形が違うからこれも見せられるね、うん、今虫これ取ったんだけど、普通の葉っぱはまっすぐこういう風になってるんだけど、うん、これ形がほらいびつになっちゃってる葉っぱの、うん、ここの面、うん、あとこっちの面、ここカタカタ、エケベリアなんかもそうなるもんね、うん、虫がついた後、ね、成長点とかについちゃったりするとこうぐちゃぐちゃってなるんだけど、うん、これって成長するとともにだんだんこれ落ちていくから、うん、この葉っぱの形はもう戻んないけど、うん、生え変わっていくからね、うん、また新しいのが中心から出てきて、しっかり虫を取ってあげれば、うん、次の成長点から出てくる葉っぱは、うん、問題はない、問題はないってことだよね、うん、だって修例とかには全然ついてないじゃん、うん、好きなんだよね火祭りがね。そうだね、一匹も残さないようにね、ちゃんと取んないと。で取った後はスプレーかなんか、取った後そうスプレーをするんだけど、うん、今これで綺麗に取り終わりました、うん、でオルトランをちょっと後は入れて、うん、お水あげた時にね溶けるようにオルトランを入れといて、うん、あとスプレースプレーがいいんだけど、うん、とりあえずこれで、うん、これオーガニックのスプレー、まんべんなくね、うん、入れて、はい、はい、完成完了です。虫を見つけた時は、うんね、すぐに取ってあげる、爪楊枝とかピンセットで取ってあげる系、うん、ね、あといないよね、大丈夫だよね。葉っぱのこれ、うん、付け根、付け根にすごくこうやっているから怖いね。ね、綺麗に取ってあげて、うん、あ、ここにもいた、よかった。ね、こういうのが入ってんだよね。そう、でもね、これってマメにちゃんとお水あげてたり雨ざらしにしてたりするとそんなにつかないんだよ ね、この虫ってね。そうそうそう、ハウスの中で極度に乾燥したりするとこういうのが出ちゃうから、うん、だからさ、シャワーちょっと水圧強めで上からバシャーってかけるだけでもいなくなったりするよね。そう、うん、いなくなっちゃいないんだろうけど、うん、結構それだけで防げたりするんだよね。そう、この虫、多肉の汁を吸ってね、うん、育つから
なんかこうボコボコになっちゃうんだよね、うん、そんな感じです。はい、そんな感じです。はい、はい、じゃあ、あとは後輩親テクイズでもまたやってもらおうかな。そうだね、なんかある？うんうん、じゃあこれから。はい、前もやったかもしれないんだけどね、前も出たかもしれない、ちょっと可愛くなってきたから。そうだね、はい、何でしょうか。はい、これね、うん、これね、ちょっと前今まで見たから分かるんだよ、うん、かわいいね。葉の色はお母さんだね、うん、え、葉の色、葉の色、あ、お父さんだね、うんうん、爪がお母さんじゃない、爪が お母さんだね、うん、お母さんとお父さんが分かんなくなっちゃった、うん、お母さんが爪の特徴をついてる、うん、で、お父さんが色味の特徴をついてる、うん、さあ、なんだ。お父さんはこれからのね、暖かくなる時期におすすめの中にも出てきてこなかったっけ、うんうん、夏ピンク色っぽくなる、うん、そうだね、うん、結構わかると思う、うん、で、お母さんは爪、うん、爪、かわいい爪が特徴、ね、ちなみに、うん、ヒント一応最後出しちゃおうか、うん、ち、ち、なんとかかけるり、なんとかだね、うん、はい、さあ何でしょうか。さあ何でしょうか。はい、じゃあ答えを言っちゃいましょう。はい、はい、じゃあいきます。はい、チワワ、うん、かけるリラシナ。そう、正解。いいね、超可愛くない、うん、ほら、爪が可愛くて好きなんだけど、いい感じに、うん、いい感じになってる、ね、今年も挑戦してみよう、うん、はい、じゃあそんなとこで今日は終わりましょう。明日は何やってくれますか。明日何悪いことするかね。悪いことしないね。うん、じゃあ励みになりますので、励みになりますので、何言ってるかと思った。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、よろしくお願いします。